統一指数による能力偏差値が、優秀な本命馬を紹介していきます。全レース、全馬の指数グラフと本命馬は、この動画の説明文に公開先のリンクを掲載していますので、ご利用ください。浦和競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、3レースと10レースの2つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、4レースの 一つのレースとなります S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきますそれでは指数グラフに切り替えます浦和競馬十レースの本命馬から解説していきます本命馬は五枠五番エンテレケイアですこの馬の偏差値ランクは S ランク勝利確率は47%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と 他馬との力関係から見ていきます金層で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは2層前の指数の101で連帯目安の黄色線を28上回っています一方最低の指数となっているのは1層前の指数の76で黄色線を3上回っています本命馬の能力は相当高いです他のの有力馬との 能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは2走前の指数の80で本命馬のピーク指数に対して21下回っています最低指数に対しては4上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます この馬の最高指数となっているのは、一層前の指数の73で、本命馬のピーク指数に対して28下回っています。最低指数に対しては3下回っています。この馬の逆転の可能性は低いです。以上より、他馬との力関係からは、他の有力馬に逆転の可能性は低そうで、リスクは低いです。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。 距距離離適正から見ていきまます。す。す。はは紫色の丸です今回はとなります指数がピークとなっているところは2走前は紫の丸が14001400は適距離です展開面を見ていきますレース展開はミドルペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは 2走前はオレンジの四角が2番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は79でトップです。上がり指数は40で5位です。楽に後位につけられる高い先行力を持っています。以上より、本命馬の適性は距離適性と展開面が高評価できます。適性面のリスクは低そうです。 以上の分析をまとめますと、タバとの力関係からは、他の有力馬に逆転の可能性は低そうで、リスクは低いです。適正面のリスクは低そうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は47%と申し上げましたが、そのくらいの勝利確率は望めそうです。推奨の本命馬としても問題なさそうです。次のレースを読み込んでいい。きます。しばらくくお待ちください 笠松競馬からレースを紹介します本名馬の偏差値ランクが S ランクのレースは6レースと7レースと8レースの3つのレースとなります。本名馬の偏差値ランクが A ランクのレースは1レースと4レースと11レースの3つのレースとなります。S ランクの本名馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。笠松競馬 8レースの本命馬から解説していきます本命馬は5枠5番ジュエルプリンスですこの馬の偏差値ランクは S ランク勝利確率は54%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と他馬との力関係から見ていきます近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは4走前の指数の55で 連帯目安の黄色線を20上回っています一方最低の指数となっているのは3走前の指数の39で黄色線を4上回っています本命馬の能力は相当高いです他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは5走前の指数の33で 本命馬のピーク指数に対して2に下回っています。最低指数に対しては6下回っています。この馬の逆転の可能性は低いです。次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは4走前の指数の34で、本命馬のピーク指数に対して21下回っています。最低指数に対しては5下回っています。 この馬の逆転の可能性は低いです以上より他馬との力関係からは他の有力馬に逆転の可能性は低そうでリスクは低いです次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1600メートルとなります指数がピークとなっているところは4走前は紫の丸が1400 昨年の9月は1500、1600は守備範囲です展開面を見ていきますレース展開はスローペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは4走前はオレンジの四角が花を切って昨年の9月は4番手からの競馬です逃げ、先行が良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます 先行力は30でトップです。上がり指数は29でトップです。楽に先行できる高い先行力を持っています。青線の傾向を見ていきます。指数の山と谷が交互に来る傾向があります。交互タイプなら、今回は指数を上げる順番です。以上より、本命馬の適性は展開面と調子が高評価できます。適性面のリスクは低そうです。 以上の分析をまとめますと、タバとの力関係からは、他の有力馬に逆転の可能性は低そうで、リスクは低いです。適正面のリスクは低そうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は54%と申し上げましたが、そのくらいの勝利確率は望めそうです。推奨の本命馬としても問題なさそうです。次のレースを読み込んでいい。きます。しばらくくお待ちください 園田競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、3レースと5レースの2つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、2レースと6レースと7レースと8レースと10レースと11レースと12レースの7つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。 園田競馬3レースの本命馬から解説していきます本命馬は8枠10番ベーブですこの馬の偏差値ランクは S ランク勝利確率は46%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と他馬との力関係から見ていきます近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは 2走前の指数の48で連帯目安の黄色線を19上回っています一方最低の指数となっているのは3走前の指数の14で黄色線を15下回っています本命馬の能力はまずまずです他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは 4層前の指数の33で、本命馬のピーク指数に対して15下回っています。最低指数に対しては19上回っています。この馬に全ての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、一層前の指数の31で、本命馬のピーク指数に対して17下回っています。 最低指数に対しては、17上回っています。この馬にすべての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。以上より、他馬との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1 2 3 0メートルとなります。 指数がピークとなっているところは、2層前は紫の丸が820、820が敵距離ですが、4層前の紫の丸、今回と同距離の1230で低指数となっています。1230は若干長い可能性が高いです。展開面を見ていきます。レース展開はミドルペースを予測しています。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。 指数がピークとなっているところは2走前はオレンジの四角が花を切っての競馬です鼻を切って逃げが必須のタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は21で2位です上がり指数は18で8位ですまずまずの先行力で逃げられそうですレース間隔を見ていきます今回は16週間の休み明け初戦になります 鉄砲が効くかどうか、大きなリスクがあります。以上より本命馬の適正は展開面が高評価できます。一方距離適性とレース間隔がリスクです。適正面にはリスクがありそうです。以上の分析をまとめます。と、束との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。適正面にはリスクがありそうです。冒頭。 この本命馬の勝利確率は46%と申し上げましたが、そこまでの勝利確率は望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。